霊夢とマリサの 2D ガンダム解説動画。皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回も引き続きガンドランダー、闇の黙示録編の続きについて解説してくのぜ。前回は一番最初ということで、主人公のガンドランダーの旅立ちについて見ていったわけだけど、今回はガンドランダーと同じく、ガンダムタイプの他の仲間たちも紹介してくのぜ。おお、いっぱいいるね。ということでまずガンドランダーたちが訪れたのは、ゼファードランダーが統治する領地。ゼファードはゼータガンダムモチーフで、HP1000 と若干低いが、飛行する能力を持つ上に MP600 と魔力を有する。おお、やっぱりゼータガンダムといえば飛行能力だよね。あと魔法使えるのが、ガンドランダーとしっかり区別されてるね。そんなゼファードの魔力を使った戦い方としては、このように魔力で、剣を直接触れずに操ることができる。スターウォーズのジェダイみたいでかっこいいね。さらに地の精霊の力を借りて、地面を這うように衝撃波を放つ必殺技、ウェーブライダー。なるほど、ウェーブライダーに変形はできない代わりに、必殺技として昇華させたのね。エネルギーを両手から発射する必殺技、ゴーズサンダー。おお、なんかカメハメハみたいだね。こういった魔術を使った必殺技だけではなく、ハイパーメガランチャーが元になったキャノン砲も使う。すごい多彩な武装や技を使うのね。このようにかっこいい豊富な技を持つためか、漫画ではガンドランダーの次に出番が多いキャラとなっている。その上倒した敵にも手を差し伸べる、優しいイケメンぶりも発揮している。原点の神優とは違って、ブチギレしないイケメンぶりだね。しかも出番多いのは作者に愛されてるんだね。しかも中盤くらいでゼファードゴースという、高高度飛行形態というパワーアップ形態となる。それにより HP は1100、MP が700と若干強くなっている。漫画だけじゃなく、本編でもめっちゃ優遇されてる。あとやはりガンドランダー同様に、森で拾った星を持っているな。ゼファードもやはり選ばれたものなのね。次に紹介するのはそのゼファードの領地で、彼の相棒として暮らしているツバードランダー。ガンダムマーク2がモチーフで、HP は1000。なるほど、ゼータガンダム世界つながりで、同じ領地にいるのね。デザイン的には背中にディフェンダーがついてるので、パワーアップ後のスーパーガンダムになってるな。なるほど、やっぱりディフェンダーかっこいいね。武者マーク2同様に二刀流の使い手で、烈斬剣という十文字切りの必殺技が得意。なんだけど、漫画や本編などで披露する姿はない。しかもゼータモチーフのゼファードが、冷静沈着キャラだったせいか、ツバードは熱血特攻キャラで、ちょっと不憫な扱いとなっている。マーク2乗ってる時代の神優の方がヤバかったから、それがツバードの方に反映されちゃったか。ツバードももちろん星を持っていたんだけど、そっくりさんに星を奪われてしまったらしい。そっくりさん。星を探して謎を解くために来たガンドランダーは、ゼファードたちと共に男の行方を探すべく、アナハイム山脈へ向かう。すると真っ先に襲いかかってきたのはロックガンプ。バウンドドッグモチーフで、HP800。かなり重量級のキャラで、体を岩の塊のように変形して襲いかかってきた。意外とバウンドドッグモチーフで、重量級キャラは珍しいからいいね。それだけに体が岩の塊で覆われていて非常に硬く、ガンドランダーの剣ですら受け付けないほど。なかなかやるね。しかしその代わりに動きが鈍いため、ガンドランダーに頭上に乗られて、目を剣で貫かれて倒された。ひえ、なかなかえぐいことしますなぁ。続けて空から襲いかかってきたのはブローン。ハンブラビモチーフで HP800。偵察と同時に空からの奇襲攻撃を得意としていて、ギムバルが真っ先にやられてしまった。まあボールじゃ仕方ないよねー。ガンドランダーも飛ぶことができないため、ブローンに対して一切手出しができなかった。やっぱり飛べるアドバンテージは大きいね。しかしそこへ援軍として駆けつけたのはゼラードで、HP900。百式モチーフなんだけど、なぜか空を飛ぶことができる。まさかのこちらの世界では、百式は飛行可能に。ハイパーメガ霊砲という必殺技を持つ。百式のメガバズーカランチャーを元にした技かな？そのゼラードによって運ばれて同じく援軍に来たのは、リックディアスモチーフのナージダンド、HP600。ゼラードの飛行能力でブローンを追い詰め、手荷物巨大な槍で切り裂いて地面へと落とした。さらに落ちていったところへ、待ち構えていたゼガルゼックスが剣によって串刺しにして倒した。
これまたなかなかエグいけど、ナイスコンビネーション。だがまだまだ敵は襲いかかってくる。パラスアテネモチーフのガリング、HP800。ボスであるサザバルガを心から信奉しており、女性ながら両手に持つ鎌で、勇猛果敢に戦う。え、女性だったの？その激しい戦いぶりはかなりのもので、ゼファードをあと1歩のところまで追い込んだ。しかしゼファードの放つゴーズサンダーによって倒された。さすがゼファード、強いね。ガリングを倒したところで今度は、四天王のグレンゲルグルがガンドランダーと決着をつけるべく、現れた。いよいよ今回のボス戦ね。二人の戦いはほぼ互角で一進一退だが、正義のために戦うガンドランダーが次第に押していった。だが本気を出したグレンゲルグルは、通常の3倍以上とも言えるスピードでガンドランダーを追い詰める。さすがシャー専用族がモチーフなだけに、すごいスピード。あまりのスピードについていくことができず、一気に追い詰められてしまうガンドランダー。そんな絶体絶命のピンチを救ったのはまたも星であった。グレンゲルグルの剣を、スンデのところで止めてくれた。星めっちゃ硬かった。これでひるんだ一瞬の隙をつき、ガンドランダーはグレンゲルグルを、剣で切り裂いた。やはり最後に正義は勝つ。しかし敗れたグレングドルも優れた武人であり、自らの全力を破ったガンドランダーの実力を称えた。そして最後は潔く、崖から飛び降りて自ら命を絶った。敵ながら最後まであっぱれないいキャラだった。これでひとまずゼファードの領地は救われたが、奪われた星は見つからなかったため、ゼファードやツバードといった、新たな仲間を加えて共に旅立つこととなった。おお、一気に仲間が増えた。だがそんな一行に突如として、ザクワンモチーフのローグルゲル、HP1000が襲いかかってきた。煙幕で目くらましされた上に、空中へと飛んでいたゼファードが負傷してしまった。ザクワンモチーフなだけに、なかなか狡猾なやつだね。しかし実はこのローゲルゲは偽物であり、本物は元四天王でありながら戦いに嫌気がさして引退し、山の奥で静かに暮らしていた。ただ引退したとはいえその実力はやはり本物で、ガンドランダーたちを竜巻の剣で、あっという間に蹴散らすほど。めっちゃ強い。ローグルゲルに化けていたのは、メッサーラモチーフのグローン。HP800 だが魔力もあり、MP350。空中へと舞い、空から両肩のキャノンで、ガンドランダーたちを狙い撃ってきた。空中戦得意なゼファードをやったのは、自分が得意な空中戦を邪魔されないためだったか。その上マラサイモチーフの、メサイ効果部隊を率いて空中から一緒に攻めてきた。これはなかなかのピンチでは。そこでローグルゲルが協力し、ガンドランダーを空中高く舞い上げて、見事にグローンを打ち倒した。それから一行は、ツインゼファードの治める領地へとやってきた。ツインゼファードはダブルゼータモチーフのパワーファイターで、HP1100。斧先から繰り出される竜巻で、巨大な岩をも切り刻む必殺技、ツインアックスが得意らしい。やっぱりダブルゼータ系はパワータイプが似合うね。ただパワー系でありながら結構冷静なキャラであり、自分の領地にある神殿を守ることを使命とした、真面目なキャラ。性格付けも、他作品とはきっちり区別されてるのね。そんなツインゼファード用の神殿を襲いに現れたのは、キャプランモチーフのガローンで、HP800 に MP350。両腕のバインダーから強力なビームを放ってくる。敵側には魔力持ちと空飛べるやつ多いから、これまた苦戦しそうだね。そのガローンと共に現れたのは、ナージダンドの兄である、HP700 のガードイル。元は味方であったはずだが裏切って、レッドシーフ側について神殿を襲いに現れた。まさかの兄弟設定、しかもなんで裏切ったんだ。神殿にある宝をめぐって、両者の戦いはより激しくなっていく中、さらに混迷させるかのように現れたのは、ツバードランダーそっくりのダークツバード、HP1000。ツバードが融合の白マーク2モチーフだとすると、こちらはティターンズの、黒マーク2モチーフと思われる。なるほど、外伝でも白黒両方活かされてたけど、こちらでもそのネタ使ってきたのね。ただ外伝とは違ってこのダークツバードは完全に悪で、ツバードと思って油断したツインゼファードに、容赦なく襲いかかった。純粋な悪の黒マーク2というのは、意外にいないからいいね。両腕に持つ、夕方の強力なキャノン砲が武器であり、ツバードから星を奪ったのも当然この男である。でもようやく、因縁の男を見つけることができたね。戦いが混迷を極める中、ガードイルは神殿に祀られていた、宝とおぼしきものを手に入れる。すると神殿の中で眠っていた守護神であるゴーンドランダーが、宝を守ろうと長い眠りから目覚めた。サイコガンダムモチーフなため、
かなりの巨体とパワーを秘めていて、HP は 1602MP1200 を誇る。おお、さすがにこれまでにない強さを持ってるね。さらに戦いの中で弟と出会って、自分の愚かさを悔いたガードイルが、宝を返した上で味方となってくれた。そして自らの罪を償おうと必死に戦ったが、隙を突かれて、背後からガローンに撃たれて死んでしまった。せっかく改心した上に弟とも再会できたのに。その仇討ちとばかりにガンドランダーは、ゴーンドランダーと協力してガローンを倒した。やったぜ。これほど強いのに味方なのはめっちゃ頼りになるね。しかし敵の数はまだまだいるため、差し物敵の多さにゴーンドランダーが傷ついて、倒れてしまった。まさに戦いは数だよ兄貴状態。倒れたゴーンドランダーを、ガンドランダーたちは全員を挙げて守ろうとするが、突然神殿に地震が起こり、それとともに地面が崩れて、ゴーンドランダーもろとも全員を飲み込んでいった。まさかの全滅。かろうじてガンドランダーとナージダンドの二人だけが、地面から抜け出て無事であった。でもたった二人だけか。悲しいな。そんな一人残ったガンドランダーを付け狙うのは、四天王の一人であるグレングドル。前回やられた雪辱を果たそうと執念を燃やしており、ダークツバードが持つ星で、ガンドランダーを誘い出した。しかも前回やられた雪辱を晴らそうと修行してきており、以前よりもかなり強くなっていた。敵ながら修行してくるとは、なかなか殊勝な心がけだね。だがガンドランダーもいつの間にかローグルゲルから、必殺の竜巻の剣を習っておりパワーアップしていた。いつの間にか習得してたのか、しかも元敵組織の幹部というのが面白い。このように二人の実力はほぼ互角であり、その戦いも一進一退で拮抗していた。そこを漁夫乗りで、グレングドルごとガンドランダーを始末しようと、ダークツバードが狙いを定める。ついでにグレングドルも倒して幹部になり変わるつもりか、本当に悪い奴だなぁ。だが撃とうとした瞬間に地面が揺れたために照準がずれ、外れてしまい二人に完全にバレてしまった。つまずいてるのちょっとかわいい。地震の原因は実は無事であったゴーンドランダーが、地面を割ってその巨体を再び表したからであった。おお、ゴーンドランダー生きてたのね。さらに同じく無事であった仲間たちも現れ、しかもゴーンドランダーの力によってパワーアップしていた。まさかのパワーアップ。まずはガンドランダーの次に優遇されているゼファードはニューゼファードランダーとなり、HP1400、MP1000 とパワーアップ。体の色が青くなってより空中戦に強くなり、スピードも30倍に強化された。かっこいい。しかも30倍とはすごい。ツバードはニューツバードランダーとなって体が赤くなり、HP1400 とパワーアップして、意外にも水中戦に強くなった。おお、まさかの水中戦特化。ガンドランダー界のゲッタースリーポジションかな。最後のニューツインゼファードへとパワーアップし、HP1700 と強くなって、純粋によりパワーファイト特化になった。より力が強くなって、ダブルゼータ系らしいパワーアップだね。そして最後に残ったガンドランダーも当然パワーアップし、ニューガンドランダーとなって、HP1600 にまでパワーアップした。おお、これまためっちゃかっこいい。ニューガンダムっぽく白い鎧が活かすね。パワーアップしたニューガンドランダー相手に、臆せずグレングドルが突貫していくが、圧倒的な力により、一刀の元に切り伏せてしまった。見た目がただ派手になったわけじゃなく、格段に強くなったのね。グレングドルが倒されてダークツバードも後がなくなり、やけくそ気味にニューガンドランダーを狙い撃とうとするが、ニューゼファードランダーが新たな魔術である、ウェブラギガによって一瞬で倒してしまった。こんなあっけなく倒されるとは。しかも因縁アルツバードが倒すかと思ったら、そうでもなかった。強敵二人を一気に倒した上に、グレングドルが持っていた三つ目の星を取り返すことに成功した。おお、やったね、これで残すところあと二つだ。ということで、残り二つの星を求めてやってきたのはラーカイラ村。その村の若き領主はネオガンドランダーという、ニューガンダムモチーフであり、HP1700 で MP1100 と、最初からかなり強い。さすがニューガンモチーフなだけに、パワーアップしたガンドランダーたちに匹敵する強さ。空裂砲という、自らの生体エネルギーを用いて放つ必殺の武器を持つ。凄まじい威力だが、生体エネルギーを消耗するため連射できず、撃った直後は疲労するため隙が生じてしまう。威力は申し分ないけど弱点もあるわけね。あと最大の特徴であるファンネルも、ソードファンネルという術で、鋭い刃のフィンを飛ばすことができる。やっぱりニューガンダムといえばこのファンネルだよね。
そんなネオガンドランダーの補佐役として活躍するグライザス。リガジーモチーフであり、HP800。アトラーカイラ村の住民であったが、レッドシーフを撃つべく立ち上がったギルザック。ジェガンモチーフであり、HP700。やっぱりミューガンモチーフの村だけあって、関係あるキャラで配置されてるね。そんな村に突然襲いかかってきたのは、レッドシーフ水軍のゾルバーガ。ゾックモチーフで HP700 あり、かなりの巨体を誇る。だがで落ちとばかりに一瞬で、ネオガンドランダーの空裂砲で倒された。おお、さすがの威力だね。だがそれと同時に襲いかかってきたゴーガルプ、HP500。ゴックモチーフなだけあって水中戦が得意で、空裂砲を撃って疲弊したネオを、水中に引きずり込んでしまった。自分の得意なフィールドに引きずり込んだのね。そんなネオを助けに来たのは、水中戦が得意なニューツバードランダー。おお、貴重な水中戦ともなれば、ニューツバードの独壇場だね。だがレッドシーフに文字声という、HP500 の増援が現れ、ニューツバードの前に立ちはだかった。悪害がモチーフであり、もちろん水中戦が得意な上に両腕を伸ばして、強力な爪でツバードを予想以上に追い詰める。さすがジオンモチーフなだけに、水中戦特化なキャラが多くて苦戦必須だね。だがネオガンドランダーたちとも協力し合い、最後は空裂砲の一撃で、一緒に腹をぶち抜かれて倒された。まさに一網打尽、初登場だけにネオガンドランダー大活躍だね。しかし一難去ってまた一難、今度は水軍の頭である四天王の一人、グレンズガルが現れた。シャア専用ズゴックモチーフで、HP800 しかないがかなり強く、パワーアップしているニューガンドランダーとも互角に張り合えるほど。さすが四天王だけあって、数値以上の強さを秘めてるわけね。しかも二手に分かれていたニューツインゼファードたちが捕まってしまい、手出しができなくなってしまった。いつの間に捕まってたんだ。この世界にはワープーズというのがあるらしく、それにはまって飛ばされて捕まってしまったらしい。ドラクエにありそうな設定。密かに見ていたゼファードランダーたちが救出しようとしたが、それを同じく、水軍のガイゴルグが阻止しに現れた。ハイゴックモチーフなため、やはり長く伸びる腕が特徴で、さらに巨体を生かしたパワーファイトで苦戦させられた。水軍はパワー系が多くて厄介ね。そんな人質を取られて、身動き取れないガンドランダーたちを救ったのは意外な人物だった。レッドシーフのアークシー化軍隊の女隊長であるベルクール、HP900 の MP800。彼女は誇り高く卑怯な振る舞いを嫌うために、人質を取るグレンズガルに我慢できず邪魔をした。なるほど、キュベレイモチーフだから女性で、アクシズにちなんでアークシー化なのかな？しかも百式モチーフのジェラードとは幼馴染みであり、おそらく互いに意識し合っている仲でもある。そのあたりも、シャアとハマーンの設定が活かされてる感じね。そんな彼女に従うのは、量産型キュベレイモチーフのゼノバインド。HP700 で MP500。あとはアルジャジャモチーフのゼノガイゲル、HP500。やっぱりアクシズ関連のキャラが配下についてるのね。とこのように、レッドシーフとはほぼ別動体のベルクールの邪魔が入り、その隙にネオガンドランダーのファンネルで、ツインゼファードたちを助けた。脱出したツインゼファードはやられたお返しとばかりに、グレンズガルに貼り付けにされていた十字架を、ぶん回してぶつけた。さすがのパワーファイターだね。これで一気に形勢逆転し、まずは邪魔なガイゴルグをジェラードが倒した。特にパワーアップしてないのにジェラード大手柄だね。さらにその勢いでニューガンドランダーがグレンズガルを、剣の一振りで打ち取った。やっぱりボスである四天王を倒すのは、主人公だよね。それから実は、残る最後の一個の星を持っていたベルクールを追いかけ、因縁あるジェラードを先頭に、彼女が本拠地とする浮遊島、アークシーカへと乗り込んでいった。かなり動揺してるね。ベルクールの目的は、レッドシーフのボスであるサザバルガに代わって、自らガンドランドを支配しようと考えていた。つまりボスに対して謀反を企ててたのか。ガンドランダーたちにも話を持ちかけるが、正義に生きる彼らは当然それを拒否した。支配するんじゃ、サザバルガたちと何も変わらないもんな。そこで断られると想定していたベルクールは、ジェラードの弟のガルザークを人質として、星の引き渡しを要求してきた。ちなみにわかりにくいけど、百式界がモチーフで HP は900。っていうかさっき人質は卑怯って言ってたのに、結局同じことしてる？目的のために、もう手段を選ばなくなってしまってるな。とはいえガルザークを見捨てることもできず、仕方なくガンドランダーはベルクールに星を渡した。ついに星が全て揃うと突然声が聞こえ、レックスバスターが完成し、
真なる者のみがゼダンの門を開けろという、警告のようなことを伝えてきた。レックスバスター、強そう。すると星が力を発揮する直前に、ベルクールの部下として化けていた、レッドシーフの親衛隊のギーズ、HP800 が正体を表し、ようやく揃えた星5つ全てを、ベルクールから奪い去ってしまった。最初から彼女の計画をバレてて、監視されてたのか。星も奪えたことで用済みとなったベルクールを始末しようと、最後の四天王であるグレンオルグ、HP1000 が現れた。モチーフは見ての通りジオングで、シャア専用のごとく赤い色をしてきちんと足もある。足は飾りじゃなかった。その最後の四天王に対抗しようとベルクールも、ゼノガイン、ゼノガドスという二人の秘密兵器をぶつけた。モチーフはガズアルとガズエルで、原作通りにベルクールを護衛しているな。まさにぴったりの配役だね。だがグレンオルグの強さは想像以上であり、ベルクールの切り札の二人は、一瞬で倒されてしまった。めっちゃ強すぎ。さすがジオングモチーフだけのことはある？ガンドランダーたちも当然奪われた星を取り返そうとするが、さらにそこへ偵察隊であるラガーン、HP700 が出現して邪魔してきた。ドライ戦モチーフなためかなかなか強く、巨大なハンマーで襲いかかってきた。これはめっちゃ強そう。ただこのドサクサに紛れて久々にデサイズが登場し、捕まっていたガルザークを救い出してくれた。おお、相変わらずいいところで助けに来てくれる。しかもここでついにその真の姿である、バーストランダーとしての姿を現した。これがあのデサイズの本当の姿。DJSER がモチーフであり、HP1700 で MP1200 と、真の力は強力である。強大な魔力によって剣を飛ばし、親衛隊の一人を一撃で倒した。かっこいいし強いし最強な助っ人だね。実は彼の正体はゼダンの門の門番であり、ガンドランダーたちのような正義のものを見定めて、導くの使命であった。まさかそんな大層な使命を持ったキャラだとは思わなかった。バーストランダーが加わって、快進撃を続けるガンドランダーたちであったが、ラガーンの攻撃からゼラードをかばって、ベルクールが傷つき死んでしまった。やはりどこか自分のやっていたことに後悔があり、その罪滅ぼしであったのかもしれない。やはりこちらの世界でも幸せになれない二人？幼馴染を殺されて怒りに震えるゼラードと協力し、ガンドランダー残魔剣によって憎きラガーンを打ち倒した。これでベルクールも多少は報われるかな。一方その頃レッドシーフの本拠地では、ボスであるサザバルガのもとに、ついに5つの星が揃ってしまった。ちなみにサザバルガは見てもらってわかる通りサザビーモチーフで、HP2000 で MP1600 と、やはり最強クラスである。まさにこれが正しいサザビーモチーフの使い方というほどの、ラスボスにふさわしい強さを誇ってるね。そんなただでさえ強いサザバルガの元に星が揃い、さらにレックスバスターまで奪われてしまった。これはまずい。そしてゼダンの門にレックスバスターの照準を合わせて、扉を開けるべく手法を発射した。だが放った手法は逆に倍増して跳ね返され、それによってグレンオルグといった、サザバルガの部下は消滅した。戦わずしてまさかの勝利。神による天罰が下ったのね。ちなみにそこにいたのはグレンオルグ以外に、ガルバルディベータモチーフのガズルジーズ、HP500、ガブズレイモチーフのズオンゼクス、HP800 が一緒にいたが活躍なく死んだ。なんというかわいそうな扱い。一方その頃星を取り返そうと、アークシーカゴとレッドシーフの本拠地へとぶつけて乗り込んでいった。おう、やることが派手だね。本拠地へと乗り込むと、サザバルが最後の部下たちである親衛隊三人衆の、ガルズが立ちはだかった。アルパージールモチーフであり、HP1400、MP500 とかなりの強さを誇る。さらにギュネイ専用薬と銅がモチーフのギネイラ。クエス専用薬と銅がモチーフの、ガルジルガも共に一緒にいる。やっぱりこの二人も、この世界でも一緒にいるのね。ただしその強さは半端なく、ニューツバードの剣の一撃を素早い動きで軽くかわすと、いつの間にか背後に回って、背中から強力な魔力の一撃を浴びせた。ニューツバードになってパワーアップしてるのに、歯が立たない。さらにガルズ一人に対して5人で一斉にかかるが、全方位に発射した魔力を浴びて、全員弾かれてやられてしまった。1対5でも勝てないの。絶体絶命のその時、ゼダンの門から光が降り注いで、5人に神の宝剣が与えられた。か、神からのおぼし飯だ。その神の宝剣によりあれほど強かった、ギネイラとガルジルガがガンドランダーの一撃で倒された。神の力強すぎ。
残ったガルズも宝剣の力によって魔術を弾き飛ばし、5人一斉に切り伏せて見事に倒した。宝剣の力でまたさらにパワーアップしたのね。これで全ての敵を倒し、いよいよ残るのはボスである、サザバルガのみとなったが、なんとサザバルガは先ほど部下が倒された光を浴びて、ナイチンゲールモチーフのクルガンサザバルガへと、パワーアップしていた。しかも HP1 万、MP6000 と、どうあがいても倒せなさそうな絶望的な強さとなっていた。なんでサザバルガだけこんな強くパワーアップしてんだ。サイコウェーブにより投げた剣を生きているように操り、ニュースバードにダメージを与えた。これがファンネル代わりの技か。1対1では厳しいため、二人が同時に切りかかって動きを封じ、そこでツインゼファードが上空から切りかかろうとしたが、両肩の爪が伸びてツインゼファードを弾き飛ばし、さらにネオとゼファードの二人もその爪で吹っ飛ばした。隠し腕ならぬ隠し爪か。残ったガンドランダーが一人果敢に立ち向かうが魔力で動きを封じられ、さらに強力なエネルギー波をぶつけられて、吹っ飛ばされてしまった。この一撃により生死の境をさまようガンドランダーであったが、父親たちの励ましにより覚醒して目覚める。そして今こそ、レックスバスターを正しい心にて使う時が来たことを皆に告げ、そのために宝剣が必要であった。なるほど、レックスバスターを完成して、起動させるためのものだったのね。レックスバスターの一撃は凄まじく、刺し物クルガンサザバルガも耐えられずについに倒された。さすが神から与えられた最後の必殺武器。クルガンサザバルガが倒されたが、これからもガンドランドの世界を守るべく、5人にレックスバスターの力が分け与えられた。ニューガンドランダーはガンドランダーグレートへとパワーアップし、HP1 万、3000、MP8000 と驚異の力を手に入れた。恐ろしいほどパワーアップしてる？衝撃波を発し、離れた敵にダメージを与えられるという剣術の必殺技、グレートソードを使うことができる。ゼファードランダーグレートとなり、HP1 万、1000、MP7000 となった。素早さがさらに強化され、上空から急降下する力を利用した必殺技、ダイブソードを得得した。もう誰も追いつけなさそう？ツバードランダーグレートとなり、HP1 万、1000、MP6000 となった。神秘なる気候術を伝授され、三日月城の風の刃を発して相手を切り裂く必殺技、真空波を得得した。ニューの時は海系だったのが、グレートになって風系になったのね。ツインゼファードグレートとなり、HP1 万、2000、MP6000 にパワーアップ。絶大なパワーを伝授され、必殺技ツインアックスは、今までの5倍にまでパワーアップした。純粋にさらに力がパワーアップしたのね。ネオガンドランダーグレートとなり、HP1 万、3000、MP8000 へと進化した。術法の効果を強化され、敵を真空状態の中で切り刻む必殺技、ソードファンネルも強化された。ファンネルがより強くなったのね。こうしてグレートとして進化した5人の力により、ガンドランドの平和は守られ、あっという間に100年が経過していくのであった。あっという間に100年が経ってしまった。それからまた新たな戦いと物語が始めていくわけだが、それはまた別のお話。というところで今回は長くなったので、ここまでにしたいと思うのぜ。まだまだこれからも、ガンドランダーたちの激しい戦いは続いていくのね。それではまたー。